敵のミサイルを飛行中に撃ち落とす、これが SDI 戦略防衛構想であった。ソビエトから発射されたミサイルの位置を警戒衛星で捉え、地上や宇宙に配備した兵器で撃ち落とそうというシステムである。この SDI がその後の米ソ核軍縮交渉の中で最大の争点になるのである。ソビエトが恐れていた SDI の研究は技術的に行き詰まっていた。開発にあたる技術者の間にも悲観論が広がっていた。高速で弾を撃ち出すレールガンの実験では、100万アンペアの大電流を作り出すのに1万4000個の車のバッテリーが必要だった。しかしそれだけの電流を発生させることは宇宙では難しい。他にも技術的な難問が山積していた。